はい、靴磨き職人とその妻チャンネル。今回は僕の大好きなフレンチワークブランドダントン間違えた、フレンチワークブランドオーシバルの紹介をやっていこうと思います。オーシバルとの出会いなんですけども、20代そこそこの時ですかね、フレンチワークに興味を持って、ダントンの服でも見に行こうかなと僕は思った時にですね、ビショップに立ち寄ったんですけども、そこでですねパッと目に入ったのがこの、オーシバルのバスクシャツだったんですよね、で、ボートネックといってすごいここの、首の部分がですね、すごく開いててタンクトップまで見えるぐらい幅広なデザインなんですけど、いろんな色のですねボーダーがずらーっと並んでて、うわ可愛いなと思って一目惚れだったんですよね。で店員さんにちょっと話を聞いてみると、その店員さんもこの、ボーダーの黄色を着用されててですね、話を聞くと5年以上このシャツ着てるんですよっていう話です。まあその当時の僕からしたらこの服をですね、5年以上こういうまあコートとかだったらあれなんですけど、こういう消耗品であるシャツをですね5年以上着るっていう感覚がその当時の僕にはなくって、衝撃的だったんですよね。でそのシャツを見てみてもですね、毛羽立ってはいるんですよ。この生地のところとかですね、確かに、5年以上着たんだろうなっていうぐらいの雰囲気であったんですけど、逆に新品の時よりかっこいい感じに、こなれた感じで着用してたんですよね。それがものすごくおしゃれに見えて、ただ、1万円そこそこするんですよね、このシャツも。でも、その店員さんの、5年以上着れるっていう話を聞いた時に、むしろ1万円っていう値段が安く思えて、即決で買ってしまいましたね。はい。ということで、今回は僕の持っているオーシバルの服たちを、紹介していこうと思います。これが僕の持ってるオーシバルたちですね。はい、このシャツから紹介していこうと思うんですけど、僕が持ってるシャツはこの4つになります。この3つはですね、サイズが5、この1つだけ6で、これだけですねちょっと製法が異なるんですよね。で、オーシバルの特徴としてですね、とにかく洗濯するごとに縮んでしまうというのが特徴でして、特にこの3つのシャツについてはですね、縦も横も縮んでしまうということでですね、かなり大きめのシャツを購入しておかないと全然着れなくなるよというのを店員さんから教えてもらってたんですね。結局ですね、その5でもこの2つはですね、もうまず自分じゃ着れないぐらい縮んでしまったので、みきちゃんにあげてしまいました。はい、ただですねこれ購入からこのシャツだと5年以上経過してるんですけど、ここの生地感というか、ちょっと毛羽立ってはいるんですけど、いい感じにエイジングしててですね、まだまだ全然着れるなっていう感じで、いいんですよね。緑と青の中間みたいな、なんていう色なんですかね、珍しい色でですね可愛いなっていうのと、ここの、袖のオーシバルというタグも可愛いですよね。オーシバルと、印字があったんですけど、今はもう完全に消えてしまってますね。はい、もう完全にボロボロなシャツですけど、まだまだ長くみきちゃんに着てほしいですね。はい、でこれが4年前ぐらいに購入した白のバスクシャツなんですけど、はい、こんな感じでタグがまだ
残ってますね。オーシュバルメイドインガラス5ということでですね、先ほどのシャツにもあったんですけど、このねオーシュバルのロゴのデザイン、ね、白いシャツにこの青色の、ね、刺繍というか、うん、これが可愛らしいですね、はい、これも4年ぐらい経過してるんで生地もね結構ボロボロなんですけど、わシミが、わちょっとこれはいかんですね。ちょっとまだ頑張って洗ってこれからも長く着ていこうと思います。バン、ちょっとビショップの店員さんにですね、縮むんですけどっていう相談をしたら、洗濯物干すときに、工夫したら縮むのも結構抑えられるんですよって話をされてあったんですよね。で、まず洗濯をした後にハンガーにかけるときにですね、この袖の部分とかこうやって結構強めに引っ張ってあげるんですよね。でここも引っ張ってあげて引っ張ってあげて、で、何回か、乾燥する前にこうやって引っ張ってあげるのを繰り返してあげると、縮むのも抑制されますよっていう話をしてたんですよね。乾燥するタイミングで生地が縮むということだったので、その乾燥の前にこうやって定期的に、生地を引っ張りながら干してあげると、縮みが低減されるみたいなんで、はい、もし同じようなお悩み持ってある方は試してみてください。で、最後に紹介するのがこの、マリンボーダーの、セーラーシャツですね、はい、これが、サイズ6でですね、この生地だけですねちょっと製法が違っていて、縦の方向には縮まないけど、横の幅だけ縮むということだったんですね、まあ、いわゆるオーシュバルといえばこのシャツっていう感じの、まあ、王道のデザインなんですけど、はい、このボーダーとボーダーの間の幅が広めでですね、よりちょっとカジュアル目というか、うん、オーシュバルらしい可愛いデザインですね。シャツ以外にももちろんいろんな服出しててですね、こちらウールのパンツだったり、こちらですねナイロンの、パーカーなんですけど、こちらのパーカーですねタグの方を見てみると、はい、コットン 60% ナイロン 40% ということで、シーラデザインとかで有名な、64クロス、ナイロンの撥水性と、コットンの、エイジングどちらも楽しめるという64クロスだと思うんですけど、はい、すごい生地感もですね、触った感じもすごい気持ちよくてお気に入りのパーカーですね。でこちらは、オーシュバルのコートですね。このボタンがですね一切ないんですよね。で、丈も非常に長く作られているということで、結構ロングコートが個人的に好きなので、ドンピシャなデザインでした。はい、ボタンがない分もう結構軽くてですね、気軽に羽織れる、コートなんですけど、はい、こちらもお気に入りですね。今回は同じくフランスの、パラブーツのミカエロ、合わせて、いろんなコーデ試していこうと思います。マリンボーダーのシャツに、ジップパーカー、リーバイス501とミカエルですね。ジップの部分が白くなっててすごい可愛らしいデザインなんですけど、マリンボーダーのシャツと相まってすごい全体的に可愛いコーデですね。はい、こちら、ロングコートを合わせたんですけど、このコートですねポリエステル 100% なんで結構テカテカしたような、デザインなんですけど、意外にジーンズと、このボーダーのシャツとも相性いい感じで、これはこれでまたかっこいいですね。僕は結構ジャケパンの、コートとして着ることが多いんですけど、意外にこれも悪くないですね。
こちら、ウールの、パンツを合わせたコーデなんですけど、なかなかねこれが、おしゃれレベルが高すぎてなかなか着る機会がないんですけど、こんなねコートなんか合わせたらもっとちょっとひどくないんですけど、ちょっとおしゃれすぎてですね、個人的にはちょっとついていけないレベルまで達してるんですけど、いかがですかね。はい、うん、そうですね、こんなジップパーカーぐらいだったらまだいけるかな。さっきのコートはねちょっとレベル高すぎますね。うん、で結果的にやっぱこの一番最初のコーデが一番好きですね。うん、やっぱシンプルが好きなんで、あのパンツは難しかったですね。はい、はい、靴磨き職人とその妻チャンネル、今回はフランスのワークウェアブランドオーシバルの紹介をやっていきました。もう本当に僕大好きな、ブランドでですね、今までバブアとか、マコバとか、いろいろブランドは紹介してきたんですけど、うん、オーシバルそういえば紹介してないなと思って、一番大好きなブランドと言っても過言ではないぐらい、好きなオーシバルなんですけど、金額的にですね、シャツで言うと、1万円ぐらい、でコートとかああいう、パーカーとかですね、あのあたりだと2万円からだいたい4万円ぐらいで購入できる商品になります。金額的にちょっとね高いかなって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、こうやってね何年も長く愛用できるということを考えると決して高くはない買い物だと思うので、皆さんもぜひ購入してみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回はここまでになります。今回もご視聴いただきありがとうございました。動画が気に入っていただけた方は高評価、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。ではまた来週お会いしましょう。さよなら。